私は配信者ではなくファンなのですがファンにできることって何ですか ファンアートだったり切り抜きだったりをできるほどの能力がないのですがいい応援の方法があれば教えていただきたいですいい人ですねこの人まずツイートは全部いいねリツイートその上で VTuber が伸びるのって基本的には YouTube に押してもらうってことしかないわけ配信が始まったらすぐ見に行くなんだったら待機画面から待機に入れとく配信が始まる前から高評価を押す絶対に配信が終わるまで一回も切らずにつけっぱにする平均視聴時間が上がるのよ平均 視聴時間って YouTube SEO のの SE にめちゃめちちゃゃ高い比率でで影響を与えるので、はい、もう絶対閉じたらダメんなんかあったとしてもつけといてほしいですね。そ,そう、そうです。<laughs> 私たちが配信してる時間夜勤だから、配信見れないんですっていう人は、仕事場のロッカーで充電器につなげながら配信は再生していくのがめちゃめちゃいいですね。<laughs> <ん>配信がない時間はどうしたらいいのかというと、その VTuber さんの再生リストをエンドレスループで再生しておく。あとは、コメント欄ってあるじゃん。今日も楽しかったよとかでいいから、うん 書くあれも YouTube にポジティブな影響を与えるので、うん、皆さん何でもいいから書いてください YouTube からすると賑、はい、やかな動画ですねっていう扱いになるのよあれ <laughs> ちなみにそれに対して返事してる方が得です<あ>チャンネルの SEO に関わってきますねめちゃめちゃ有名な人でも、うん、チャット欄だけは絶対リプしてる人ってたまにいるじゃん、うん、YouTube の SEO のポジティブな効果を狙ってやってますねチャットはたくさん打ってくれた方が助かりますねそれも YouTube がなんかチャットが盛り上がってるっていう風に捉えてくれるんですよ、うん、リスナーさんに によっておすすめに乗るかどうかが決まってくるってことですねそうよだって配信がいいのか悪いのかっていうのを判断するのはリスナーだからね,ねリスナーの行為を統計的に捉えて評価になるって感じだから私たちが伸びるも伸びないも決めるのはリスナーですリスナーさーんよろしくお願いしますよろしくお願いしますあなたたちの一挙手一投足が私たちの伸びに繋がってきますそれが推しのやる気にも繋がりますだからコメントとか書くときにはうおーとかでいいからさあと歌枠の時の スタンプだけとか、うん。ああいうのも全然嬉しい。めちゃめちゃポジティブに働くので。ルルカちゃんは知ったじゃん、今日。だから、自分のリスナーさんに、こうやったら助かるからやってくれないってことが言えるわけ。これ知らない人はそういう戦略が取れないわけよ。なんから一方的に損なんだよね。そういう人のためにコンサルがいるわけ。活動始めてから2年後とかに知ったらさ、早く言ってよってなるじゃん。割と活動序盤に有識者に話を聞きとくってのはいいですよね。美味しい話を逃したくないっていう人は、コンサルとか受けてみてもいいんじゃないでしょうか。